朝川は日本海軍の駆逐艦、若竹型駆逐艦の5番艦である。対象年間製造の旧式艦ながら、戦時中に計9 8回の護衛活動に従事した。1918年度計画により計画され、当初の艦名は柿椿だった。1921年2月17日、艦名を第10駆逐艦に変更。 東京石川島造船所で1922年3月14日に寄港、気候1922年11月4日に、浸水1923年5月10日に、竣工した。竣工と同時に二等駆逐艦に類別され、クレチン受付席となる。9月20日、第10駆逐艦は、姉妹艦の第16駆逐艦、第18駆逐艦とともに、 クレチンジフ部隊第16駆逐隊を編成。12月1日、第16駆逐隊は、第1艦隊第1水雷戦隊指揮下となる。1924年4月1日、艦名を第15駆逐艦に変更。1927年11月15日、第16駆逐隊は、第1県外艦隊指揮下となる。1928年8月1日、 艦名を朝顔に変更。12月10日、第16駆逐隊は、第1艦隊第1水雷戦隊指揮下となる。1930年11月15日、第16駆逐隊は、第2県外艦隊指揮下となる。1931年11月12日から、翌年3月まで、第16駆逐隊は、旅順の警備に従事する。百三十二年二月二日、 第2県外艦隊は第3艦隊指揮下となる。1933年5月20日、第2県外艦隊は第10戦隊に改編される。1934年11月15日、第16駆逐隊は第5水雷戦隊に編入。1937年から日中戦争が勃発した際、第3艦隊は台湾方面で演習中であり、 艦隊各艦は中国沿岸の警備に復帰した。10月20日、第3艦隊はシナ方面艦隊指揮下となる。1938年5月10日、第16駆逐隊はアモイ攻略に参加。1939年11月15日、第5水雷戦隊の解体と同時に、第16駆逐隊所属艦はバイズル・チンジュフに転出し、 マイズル鎮守府部隊第32駆逐隊を編成する。1940年1月25日、第32駆逐隊は、マイズル鎮守府予備官となる。10月15日、第32駆逐隊は、マイズル鎮守府部隊指揮下となる。1941年11月20日、第32駆逐隊は、賃海警備部隊指揮下となる。太平洋戦争開戦時、朝顔は、 地海会警備副部隊第32区逐隊に所属し、津島海峡で紹介を行っていた。紹介を終えた朝川は、舞鶴に入港し、1941年の年末から1942年初め頃まで、改装を受ける。2番手法が撤去され、2番法後に96式 25mm、連装機銃1機を装備した。また、艦備の総会溶接備を撤去し、 あとに81式爆雷投射機4機と爆雷投下機場爆雷36個を装備した。改装後、第32駆逐隊は舞鶴を出港し、文字郊外の六連島白地に移動した。1942年1月21日戦、第32駆逐隊は、軽巡洋艦多いとともに、輸送船19隻を護衛して六連島白地から出港。日に、 台湾のマコウに到着した後、大井と別れた船団は、カムラン湾に移動した。カムラン湾で、第32駆逐艦は別れ、マコウに戻った後、大井と共に2月1日に出港し、4日に六連島白地に到着した。17日0800、朝顔と不要は、不設定平島と共に輸送船六隻を護衛して六連島白地を出港し、20日1100にマコ皇へ到着。 翌21日1232朝川、マコを出港し、南方で活動した後、富山に入港して、整備を受ける。整備中の4月10日、第32駆逐隊は、南西方面艦隊第1海上護衛隊の新編に伴い編入され、第1海上護衛隊、第2護衛部隊配置となる。十八日零七三零整備を終えた朝川、富山を出港し、 同日1732、上海に到着。翌19日1832出港し、20日0700に六連島白地に到着した。21日1400、第32駆逐隊は、水雷艇詐欺とともに、陸軍病院船部への、スワイレスマル島輸送船6隻で編成された第101、船団を護衛して六連島白地を出港。 26日1400、船団は高尾に到着した。30日、朝顔は輸送船一隻で編成された第300に船団を護衛して高尾を出港。5月5日2300、船23団は三尺区に到着した。8日1200、第401船団を護衛して三尺区を出港。13日1200、船団はマコに到着した。 21日1200、輸送船3隻で編成された第703船団を護衛して、マコーを出港。25日0800、船団はマニラに到着した。27日1200、輸送船6隻で編成された第803船団を護衛して、マニラを出港。30日1200、船団はマコーに到着した。6月5日1200、 輸送船2隻で編成された第311、船団を護衛して、マコーを出港。12日0800、船団は三尺区に到着した。14日1200、輸送船7隻で編成された第412、船団を護衛して、三尺区を出港。20日1200、船団はマコーに到着した。25日1900、陸軍輸送船コロンビア丸。 陸軍輸送船玄海岸島輸送船5隻で編成された第316船団を護衛してマコウを出港。7月1日1200船団はサンジャックに到着した。6日0800陸軍輸送船近海山丸島輸送船4隻で編成された第511船団を護衛してサンジャックを出港。9日1100船団はシンガポールに到着した。 13日戦、海軍徴用船、第2コクラガン島輸送船5隻で編成された第616船団を護衛して、シンガポールを出港。16日1200船団は、ジャックに到着した。18日1500、第2コクラガン島輸送船8隻で編成された第421船団を護衛して、ャックを出港。23日団は、 マコーに到着した。30日1200、輸送船4隻で編成された第324、船団を護衛して、マコーを出港。8月5日0600、船団は、ャッ区に到着した。7日1400、海軍徴用船、五福島岸島輸送船4隻で、編成された第426船団を護衛して、ャッ区を出港。10日1400、 船団は、マコウに到着し、朝顔は、整備を受ける。整備完了後の27日1400、顔は、貨物船豊川丸、陸軍輸送船大井川丸、陸軍輸送船、第一吉田丸等輸送船5隻で編成された第331船団を護衛して、マコウを出港。9月2日、船団は、3ッ区に到着した。七日千四百、豊岡丸、 陸軍輸送船ブリスベンマルで編成された第523船団を護衛して3ックを出港。10日1500船団はシンガポールに到着した。13日1200輸送船2隻で編成された第631船団を護衛してシンガポールを出港。16日0800船団は3ックに到着した。20日0800 海軍徴用船秋広丸、貨物船脱岸等輸送船6隻で編成された第437船団を護衛して、30区を出港。26日1200、船団は、マコーに到着した。30日、貨物船パシフィック丸、陸軍輸送船三重丸、陸軍輸送船高丸等輸送船8隻で、編成された第269船団を護衛して、マコーを出港。 10月6日、船団は、文字に到着。朝川は、舞鶴へ移動して、整備を受ける。整備完了後、朝川は28日戦に、舞鶴を出港し、29日戦に、六連島白地に、到着した。30日戦2 0 0陸軍輸送船大津丸、陸軍輸送船米山岩等輸送船6隻で、 編成された第180戦団を護衛して六連島白地を出港。11月5日1200戦団はマコウに到着した。8日1400輸送船8隻で編成された第288戦団を護衛してマコウを出港。14日0930戦団はモジに到着した。17日1500 輸送船3隻で編成された第189、船団を護衛して、文字を出航。21日1100、船団は、コーに到着した。26日1500、輸送船9隻で編成された第297、船団を護衛して、コーを出航。12月1日、第2護衛部隊は、西護衛隊と解消される。同日午後、 船団は、上海に寄港した後、二日零八零零に、文字に到着した。七日千三百、貨物船福山丸単独で編成された第198船団を護衛して、文字を出港。十日、第32駆逐隊は、解体され、朝顔は、第1海上護衛隊指揮下となる。26日千二百、第198船団は、魔皇に到着した。 18日1400、朝顔は輸送船7隻で編成された第209、船団を護衛して、マコーを出港。24日1200、船団は、文字に到着した。29日1500、輸送船4隻で編成された第109船団を、護衛して六連島白地を出港。1943年1月3日1800、船団は、マコーに到着した。 9日1400、輸送船3隻で編成された第361、船団を護衛して、マコーを出港。15日1202、船団はサンジャックに到着した。同日1400、アサガオは3ックを出港し、1800、アサガオはサイゴンに到着した。21日1530、アサガオはサイゴンを出港し、 同日1915に三ジャックに到着。22日1400、輸送船4隻で編成された第467、船団を護衛して、三ジャックを出港。28日1船団は、高尾に到着した。2月8日1130、貨物船方向丸、特設運送船万光丸等輸送船4隻で、編成された第229船団を護衛して、 高尾を出港。12日1050、朝顔は、船団から分離し、佐世保へ向かう。同日中に、佐世保に到着し、ドックで整備を受けた後、待機する。13日、第229船団は、文字に到着した。3月28日朝、朝顔は、佐世保を出港し、同日中に、伊万里湾に移動。30日朝には、伊万里湾を出港し、 同日中に、文字へ移動。四月三日、宝庫丸、貨物船多門丸、海軍朝陽船比、両岸島輸送船五隻で編成された E 船団を護衛して、文字を出港。八日1百0船団は、高尾に到着した。十五日零九零零特設運送船,船で、応急タンカーの高水丸輸送船八隻で、編成された第745船団を護衛して、 高尾を出港。十八日千五百0船団は、マニラに到着した。二十二日零九零零輸送船四隻で編成された第三千百三船団を護衛して、マニラを出港。十七日千五百0船団はパラオに到着した。五月一日船、火脚船ベンカヘシャゲマル陸軍輸送船トヤマ丸、陸軍輸送船アソガン島輸送船六隻で、 編成された第3206船団を護衛して、パラオを出港。6日0930、船団はマニラに到着した。11日船、朝顔はマニラを出港し、13日船に、高尾に到着。17日八8 5 0特設運送船、木ノガサガ島輸送船3隻で、編成された第750船団を護衛して、高尾を出港。 19日2100、船団は、マニラに到着した。23日0900、特設運送船、第2号、栄光丸島輸送船も席で編成された第3106、船団を護衛して、マニラを出港。29日1100、船団はパラオに到着した。6月1日1600、米山丸、陸軍輸送船新竜丸で編成された第2503、 戦団を護衛して、パラオを出港。5日0900に、メナドに到着。7日1845に、メナドを出港し、10日0900に、戦団は、バリクパパンに到着した。12日戦、輸送船3隻で編成された第2601、戦団を護衛して、バリクパパンを出港。18日戦、戦団はパラオに到着した。20日1600、 陸軍輸送船火曜丸島輸送船2隻で編成された第3212船団を護衛してパラオを出港。26日0900船団はマニラに到着した28日1300輸送船2隻で編成された Y 船団を護衛してマニラを出港。30日1900船団はマコーに到着した7月1日朝顔は 高尾へ移動。3日0930、特設運送船富士山丸等輸送船2隻で編成された F 船団を護衛して、高尾を出港。7日0800、船団は、文字に到着した。10日1500、立野丸、定立丸、落葉丸等輸送船11隻で編成された第175船団を護衛して、文字を出港。日船団は、 マコーに到着した。17日に朝顔は、高尾へ移動。26日1100、海軍徴用船で、応急タンカーの540、低新小系型平時標準船海送の、応急タンカー西南岸等輸送船10隻で、編成された第286船団を護衛して、高尾を出港。31日1600、船団は、モジに到着した。8月4日、 第二個倉丸、秋広丸、特設運送船工業丸等輸送船十一隻で、編成された第百八十三船団を護衛して、文字を出港。八日、船団は、魔法に到着した。十三日、特設運送船串間丸、海軍徴用船で、応急タンカーの白馬山丸、応急タンカー甲進む丸等輸送船九隻で、編成された第292船団を護衛して、 マコを出港。16日、朝顔は、船団から分離し、高尾に向かう。17日、マコから出港した、海軍徴用船平和丸、貨物船六甲三丸、海軍徴用船竜王三丸等輸送船9隻で、編成された第293船団に合流する。19日、第292船団が文字に到着。同日、朝顔は、 第293戦団より分離し、六連島白地へ先行する。23日、第293戦団が文字に到着。同日、貨物船航海丸、特設運送船雪きなり丸等輸送船6隻で編成された第189戦団を護衛して六連島白地を出港。28日、戦団は高尾に到着した。朝川は、 その後、マコーへ移動。30日、陸軍輸送船、アマギガン島輸送船11隻で、編成された第319船団を護衛して、マコーを出港。9月7日1百0に、船団は三尺区に到着し、同日1511にアサガオはサイゴンに到着した。十日千3 0 0アサガはサイゴンを出港し、同日1 6 0に三尺区に到着。 11日1900、海軍徴用船北洋丸、火客船銀洋丸、特設運送船乗広丸等輸送船12隻で、編成された第425船団を護衛して、三ジャックを出港。13日、海口を出港してきた、火客船抵抗丸が、船団に加入。18日0620、銀洋丸が、米潜水艦から発射された魚雷を回避。同日 船団は、マコーに到着した。20日戦300、海軍救油艦シリア、秋広丸、貨物船あるン丸、タンカー第一小倉丸、陸軍輸送船行空丸、北洋丸、貨物船、マイ安スシ丸、乗広丸太輸送船一隻で編成された臨時、B 船団を護衛して、マコーを出港。十一日午後、北緯十五度十七分、統計百二十二度四十分、 北緯25.450度統計122.667度、25.450122.667の地点を航行中の船団は、米潜水管トリガーに発見される。トリガーは一度船団を見失うもレーダーによって、最短値。2058トリガーは、北緯26度33分統計122度40分。 北緯26.550度統計122.667度、26.550122.667の尖閣諸島魚鶴島近海に至った船団に加入している3隻のタンカーに対して攻撃を開始する。最初と2番目のタンカーに対して魚雷を3本ずつ発射。最初の目標ことシリアの右舷後部に魚雷1本が命中。シリアは大爆発を起こし、 その火炎は150メートルの高さに登り、逃げ惑う乗組員の姿すら確認できたほどで、シリアは瞬時に沈没した。それから間もなく、秋広丸の右舷、魚雷の射線に入ってきた、あるン丸の右舷中央部に、魚雷一本ずつが命中。秋広丸はすぐに沈没して、あるン丸は7時間経ってから、炎上沈没していった。トリガーは反転して、 タンカー第一小倉丸に向けて、艦尾発射艦から魚雷3本を発射したが交わされ、続いて発射した、魚雷1本は、3本の魚雷を回避するためと、トリガーへの体当たりを機として点出した第一小倉丸に命中して撃沈したかと思われたが、実際には、ま一発で回避していた。3番目の輸送船こと、行空丸に対して、艦首発射艦に残った最後の2本の魚雷を発射し、 選手に魚雷一本を命中させ撃破した。その後一旦浮上した後再び先行し、二回に渡って攻撃を仕掛け、行空丸に対して魚雷を二本ずつ発射したが命中しなかった。日本側は複数の潜水艦による攻撃だと思っていた。大破した行空丸は速力にノットにまで低下した状態で、第一小倉丸と共にキールにへと向かった。 高尾警備府は、特設捕獲猛艇、若宮丸、特設苦戦艇園水丸、第14航空隊を出動させて、人員救助と対戦攻撃に当てるとともに、特設運送船喜びす丸を、行空丸に向かわせ、特設苦戦艇か南丸の護衛でキールンまで栄光させようとした。行空丸は、船首が沈下して、スクリューが、 海面上にほとんど浮き上がった状態で航行を続け、22日夕方頃に、キールンに入港。同地で積みに降ろした後、修理のため入居した。この後、船団主力は、航海を続けて25日0830に、文字へ到着しており、野間は行空丸も同行したとしているが、第1海上護衛隊船時日誌によると、船団のうち3隻が分離してキールン止まりとなっている。 10月3日、船、0 0丸、コロンビア丸、陸軍工作船民両丸等輸送船12隻で編成された第103船団を佐世保を出港してきた駆逐艦潮風と共に護衛して文字を出港。船団は2つに分けられ、先行する船団を朝顔が後発する船団を潮風がそれぞれ護衛した。朝顔が護衛する船団は7日2015に、 潮風が護衛する船団は8日にそれぞれ魔法に到着した。9日0830に朝顔は魔法を出港し、同日1300に高尾に到着。11日0800に朝顔は高尾を出港し、同日1100に魔法に到着。12日0900乗広る。 万光丸等輸送船20隻で編成された第329船団を水雷艇ともつるとともに護衛して、マコを出港。14日、サイゴンを出港してきた第9号区船艇が、船団に合流。15日、万光丸がサンに向かうため船団から分離。16日2330、サイゴンを出港してきた不要が、船団に合流。十八日九百三十 船団はサンジョックに到着した。19日0500に朝顔はサンジョックを出港し、同日0930にサイゴンに到着。22日1200に朝顔はサイゴンを出港し、23日1800に第331船団に合流してサンジョックまで護衛する。25日陸軍病院船アメリカ艦島輸送船発積で、 編成された第520戦団を護衛して、ャッ区を出港。27日04レ0、アサガオは戦団から分離して、サイゴンへ向かう。28日1345、アサガオはサイゴンに到着した。同日、第520戦団もシンガポールに到着した。11月1日、第1海上護衛隊は、新編された。 海上後演奏司令部指揮下となる。3日0800に朝顔は、サイゴンを出港し、同日1125に三ジャックに到着。4日1600、陸軍輸送船三まる、低新省 B 型平時標準船階層の、応急タンカー千代田岸等輸送船8隻で、編成された第439船団を護衛して、三ジャックを出港。9日2030、朝顔は、 零潜水艦を探知し、対戦相当を行う。10日0830朝顔は戦団に合流するも、その後、北緯21度38分統計116度45分、北緯21.633度統計116.750度、21.633、116.750の地点で戦団は雷撃を受ける。幸い飛来線はなかったが、朝顔は、 再度対戦相当を行う。11日、船団は高尾に到着。遅れて、朝顔も0 9 3後に高尾に到着する。20日0940、輸送船7隻で編成された第220船団を護衛して高尾を出港。同日2200、朝顔は船団から分離する。18日戦、船団はパラオに到着した。21日1200、 朝顔は、高尾に到着し、1515日15出港。23日1030、朝顔は、キールンに到着する。24日0740、下脚船王力丸単独で編成された、リンマ船団を、駆逐艦連とともに護衛して、キールンを出港。26日、対戦紹介のため、連が、船団から分離する。27日1100、船団は、 文字に到着する。28日、第220戦団が文字に到着する。同日1300、朝顔は文字を出航し、29日1415に、舞鶴に到着して、整備を受ける。この時、全部魚雷発射管を撤去したほか、全部マストを三脚化して13号電探を装備した。整備完了後の12月27日130に、朝顔は、 マイズを出港し、28日1400に、文字に到着する。29日1500、貨物船三角北丸、陸軍輸送船は浦丸、陸軍輸送船三宮岸等輸送船11隻で、編成された第125船団を第4号総改定第5号総改定と共に護衛して、文字を出港。百四十四年一月四日零九三に、船団は、 高尾に到着した。1944年1月6日0600、三角北丸、貨物船、犬井水,水丸等輸送船5隻で編成された第351、船団を護衛して、高尾を出港。13日船0団は船団は3ッ区に到着した。17日1430、前日16日に、米潜水艦、レッドフィンの来撃に遭い、 一番煙突より全部を失って漂流していた駆逐艦天津風の救援のため三尺を出航。味方策的機と共に天津風を捜索するも天津風では環境を失って変図がないため発信した救援緊急電での平井市と実際の平井市とが100回りずれており朝顔は天津風を発見できなかった。21日1800朝顔は カムラン湾に到着。23日に1天津風が発見されたため、第19号区選艇と共に、カムラン湾を出港。航空隊の誘導により2隻は24日1422、天津風と合流し、朝顔は天津風を栄光して29日に1232、サンジャックに到着。翌30日1 2 0サンジャックを出港し、同日1632、 サイゴンに到着した。2月5日、アサガオはサイゴンを出港し、サンジョックに移動する。6日戦、輸送船6隻で編成されたサタレイに戦団を、第21号戦徳無艇と共に護衛して、サンジョックを出港。その後、対戦相当のため戦団から分離する。ここのカレ級3例、アサガオはカムラン湾に到着した。その後、 11日から12日にかけて、カムランワンコーを対戦紹介した後、ツーラン、ニレバヤシを経由して24日1145に、高尾に到着。25日074号、高尾を出港して、非49船団の護衛に向かい、高尾まで船団を護衛する。29日0700、応急タンカー松本丸、1TM 型戦時標準タンカーさなぎ丸、貨物船場、 旅は丸東輸送船24隻で編成された他も07、船団を、駆逐艦春風、波風、第74号汚船特務艇、第18号総海艇と共に護衛して、高尾を出港。その後船団から分離し、3月2日1 2 0 2に、キールンに到着した。4日1300、1TM 型戦時標準タンカーワは熊る、三日の高丸。 千代田岩島輸送船14隻で編成された、元レイナの船団に合流。5日、朝川は船団から分離し、同日1900に、高尾に到着した。7日1700、海軍徴用船クレアママル、一 c 型戦時標準貨物船白浜丸、陸軍輸送船竹川丸島輸送船10隻で、編成された、西松一号船団タッパレイ四船団を、駆逐艦浜派、 水雷艇詐欺と共に護衛して、高尾出港。9日1440、モタレイ7ナナ船団が高尾に到着した。16日、船団はパラオに到着。17日0900、竹川丸、貨物船南礼丸、貨物船北京岸東輸送船号席で編成された、パタレイ5船団を水雷艇詐欺った護衛艦一隻と、共に護衛して、パラオを出港。18日、 朝顔は、船団から分離し、同日1700に、パラオに到着。22日1215、パラオを出港し、座礁事故を起こした、特設工作艦浦上丸の救援を行う。23日1000、朝顔はパラオに到着した。24日1200、貨物船はブる丸、白浜丸東輸送船4隻で編成された、パタレイロック船団を、 特設苦戦艇第5昭和丸と共に護衛して、パラオを出港。27日、第5昭和丸が、船団から分離し、パラオへ向かう。同日、パタ05船団が高尾に到着。31日1056、パタ06船団は、高尾に到着した。4月3日1400、パシフィック丸、千代田丸、火客船。 ニレ林丸島輸送船8隻で編成された多佐16船団を護衛して高尾を出港。7日、カムラン湾を出港してきた第41号区船艇が船団に合流する。8日、朝川は船団から分離して対戦相当を行う。9日1130船団はニレ林に到着する。10日戦、輸送船六隻で編成されたユタ十六船団を 護衛してミレバヤシを出港。15日、高尾を出港してきた18号区船艇が、船団に合流する。同日1830、船団は、高尾に到着した。16日0930、朝顔は、高尾を出港し、佐田17船団に合流。18日1900、船団は、高尾に到着した。20日1100、貨物船杉山丸。 陸軍輸送船鳥取丸、貨物船徳島岩島輸送船24隻で編成された多も17船団を、駆逐関連、第8号区船艇、特設総海艇第3択南丸と共に護衛して、高尾出港。27日、船団は、文字に到着した。0630、朝顔は、第8号解剖艦と共に、文字を出港し、1532、 佐世保に到着して、整備を受ける。整備完了後、浅川は5月3日1400に、佐世保を出港し、広六1一船団に合流。4日、ニトルコリラ型戦時標準タンカー陣坂井丸が、機関故障により、高尾へ向かう。7日、浅川は、船団から分離し、同日船に、高尾に到着。同日1900、未例産船団に加わって、高尾を出港。 8日、広6 1戦団はニトルコリラ型。戦時標準タンカー赤ネマルが、米戦の来撃により勝破したため、第7号解剖艦の護衛で、高尾に開港。9日、戦団は、マニラに到着した。赤ネマルを高尾に送り届けた第7号解剖艦は、高尾を出港して、ミレイサン戦断に合流する。10日朝、ミレイサン戦断は、 北緯16度16分統計119度28分、北緯16.267度統計119.467度、16.267、119.467のマニラ湾北西海域を航行中、船団は米船コットにレーダーにより探知される。コットは船団の中に割って入り、0647に北緯16度50分統計119度20分、 北緯16.833度統計119.333度16.833119.333のマニラ北西150海里地点に至ったところで全部と後部の発射管から魚雷を計急本発射。後部からの3本の魚雷のうち2本がカルカヤに命中する。カルカヤの中央部に第1弾が命中。カルカヤは艦中央部で屈曲し、 完備側が沈下したほか、煙突が崩壊した。続けて完備に、第2弾が命中し、0655に、カルカヤは沈没する。全部からの6本の魚雷は、カサト型貨客船、アソザン型貨物船、ブリースベン、丸型貨物船に向けられ、1本が、アソザン型貨物船こと、特設運送船、昌平丸の右玄選手に命中。0730、銅船は、 激しい浸水により大爆発を起こしながら、船尾を棒立ちにさせて沈没。他の目標にも一本ずつ命中したと判断された。対戦相当後の0740、朝顔は第1号解剖艦と共に、船団から分離し、高尾に戻った。同日、未令三船団はマニラに到着した。同日1800、朝顔はで零五船団に加わって、高尾を出港。 13日、特設運送船山鳥マールが香港に向かうため分離。1432は、朝顔も分離して、高尾へ戻った。14日1500、朝顔は、高尾を出港。同日、テレー5戦団は二で林に到着した。15日0830、朝顔は、キールンに到着した。16日1500、 海軍徴用船浅間丸単独で編成されたタモ 19A 船団を護衛してキールンを出港。19日1600船団は文字に到着。同日、浅顔は文字を出港し、20日船に舞鶴に到着。整備を受ける。整備完了後の6月9日船、浅顔は舞鶴を出港。10日戦3 5 2に文字に到着した。 11日1530、千早丸、タンカー三イス丸、陸軍輸送船ミノガン島輸送船26隻で、編成されたミ未ナ7船団を、駆逐艦朝風、解剖艦ヤ代、二号解剖艦、第三択南丸と共に護衛して、文字を出港。まもなく、ニトルコリラ型戦時標準タンカー公衛丸が、機関故障を起こし、文字へ反転した。日 船団は、アマ大島沖に下泊16日、船団は、航行を開始。17日、朝顔は、貨物船松浦丸、貨客船鴨丸の2隻を護衛して船団から分離する。18日1300、未ナ7船団は、高尾に到着する。同日1730、朝顔他田の船団は、キールンに到着する。19日0530、朝顔は、 キールンを出港し、同日2000に,に、高尾に到着する。21日1500、輸送船2隻で編成された、多摩 21A 船団を護衛して、高尾を出港。25日1600、船団は、マニラに到着した。26日2200、赤根丸、陸軍輸送船青葉山丸、貨物船三池山丸等輸送船6隻で、 編成された、また24戦団を、第2号海防艦、第8号海防艦、第3泊南丸と共に、マニラを出港。28日2320、北緯18度40分、統計119度40分、北緯18.667度、統計119.667度、18.667、119.667の地点で、米潜水艦を目視により発見。 第2号解剖艦と共に対戦相当を行う。29日1730、2隻はマニラに到着した。30日0700、2隻はマニラを出港し、日67船団に合流して護衛を行う。船団は同日中にマニラに到着した。3日0700、輸送船6隻で編成されたマユ毛4戦団を姉妹艦のくれと、 第2号解剖艦と共に護衛して、マニラを出港。4日、また24船団が高尾に到着。7日線、イヨ4船団はハで林に到着した。9日、朝顔と第2号解剖艦は、北緯18度11分統計109度34分、北緯18.183度統計109.567度、10 18.18309.567の、 地点で停泊中に台風の暴風雨を受け、朝顔は座礁する。座礁により、全部燃料タンクが破損して燃料漏れを起こす。朝顔は離礁作業を行うも失敗。このため、特設救難船村上丸が朝顔の救難を行うよう命令が出る。29日 1700B-25B-24 p-38 の千爆連合による空襲を受けるも、朝顔に被害はなかった。9月13日、三琴城丸が到着して、救難を行う。25日、朝顔は離床し、逃げ林港で応急修理を受ける。応急修理が終わった後、朝顔は三案に移動。10月15日1600、海軍徴用船ビンゴ丸、貨物船宮島丸、 海軍徴用船非随岸等輸送船4隻で編成されたユタ12船団を第101号総海艇と共に護衛して3アを出港。19日、香港南方沖合で船団は B-25 の空爆を受け、鉄鉱石を輸送中の秘密丸が被弾沈没する。同日2155船団は香港に到着した。20日、 貨物船気春丸島輸送船2隻で編成された、ホモ01船団を、第101号総改艇第23号区船艇第28号区船艇と共に護衛して、香港を出港。27日1317、船団は、首相山白地に到着する。28日1445、船団は、海軍運送艦視員。 に t m 型戦時標準タンカー桜坂井丸を加えて出港するも、その後新意が香港に向かうため分離。11月1日、戦団は文字に到着。その後、朝顔は六連島白地に移動した。二日、朝顔は六連島白地を出港し、同日1132、佐世保に到着。四日0900、朝顔は佐世保を出港し、 5日2200に、マイズルに到着して、整備を受ける。この時、3連式 6.5mm 基準が撤去され、環境直前、2番煙突直後に96式 25mm 連装基準を1機ずつ、装備したほか、3番手法と2番手法後の96式 25mm 連装基準の位置を入れ替えた。24日、朝顔は、マイズルを出港し、 25日1112、文字に到着。30日0900、2アンペア型戦時標準貨物先行の裏丸、海軍配当船デニエティ型戦時応急タンカーの延長丸、海軍配当船デニエティ型戦時応急タンカーの延元丸等輸送船15隻で編成された、ミ十9戦団を解剖艦域な、艦新南、第号艦。 第66号解剖艦、第28号国船艇、第223号国船特務艇と共に護衛して、文字を出航。しかし、12月1日深夜、船団は、米船 C デビルに、レーダーにより発見される。翌2日 0414, 北緯30度24分統計128度17分、北緯30.2400度統計128.283度、 30.400128.283の薬島西方約150キロ地点付近でシーデビルは魚雷4本を中型貨物船に向けて発射したものの命中しなかった0424シーデビルは魚雷2本を大型貨物船に向けて発射40秒後海軍級カテカンマミアの設計の元ととなった陸軍輸送船ハワイマルの2番戦争に 魚雷一本が命中。魚雷命中により搭載していた弾薬とガソリンが誘爆して大爆発したハワイマルはわずか40秒で沈没した。0429シーデビルは距離1200メートルにある大型貨物船に対して艦尾発射艦から4本の魚雷を発射。04302AT 型戦時応急タンカー。 秋川丸の4番戦争に第1弾が、その30秒後に3番戦争に、第2弾が命中。0 5に0秋川丸は4番戦争の平部で戦隊が、接損し、0607に沈没した。この時沈没した輸送船には、読売ジャイアンツの名当主、沢村英二が乗船しており、この12月2日の雷撃で戦死している。 日本商船対戦時遭難士によれば、この日に沈没した輸送船は秋川丸とハワイ丸だけであり、沢村はそのどちらかに乗船していたと見られている。ハワイ丸にはシンガポールへ進出する、海上艇船第22戦隊60名、及び、信用60隻、陸軍車両50両、弾薬、ドラム缶詰のガソリン等軍事物資、満州からマニラに進出する、 第23師団の一部、シンガポールへ進出する、海上停進第22戦隊及び、同戦隊基地、第22大隊将兵、計1843名、船包隊及び警海隊、計83名、船長以下船員148名、合計2074名が乗船しており、全員戦死した。秋川丸でも、陸軍降車包隊409名、 便乗者16名、鋼材、開発資材七750トンを乗せており、陸軍兵士244名、警戒隊7名、便乗者1名、船員18名が戦死したほか、救命ボートで脱出して、諏訪の瀬島に漂着した生存者79名のうち2名が死亡した。また、貨物船ブラジルガンが自らが投下した爆雷の炸裂により損傷する。は、 シーデビルによる秋川丸とハワイ丸の撃沈で尻滅裂となってしまう。海軍配当船デニエティ型戦時応急タンカーの新友丸は日本本土へ反転。損傷したブラジルガンはキールにへ、河の裏丸は大陸へと向かう。和裏丸と護衛の朝顔、それを大貨物船くらい、ド丸、1D 型戦時標準貨物船。 第11世丸と護衛のイキナの2つの小船団は、高尾に向かったが、途中空襲を受けてイキナが損傷する。3日に、和浦丸以下の船団が、6日にくらい、土丸以下の船団が高尾に到着した。5日、第61号解剖艦、第63号解剖艦、第207号解剖艦と、第31解剖隊を編成する。 残った2アンペア型戦時標準貨物船マル、他の船団は、天見大島小シに移動。その後出港するも、高尾に空襲警報が発令されたためキールンに向かうことになった。しかし間もなく、空襲警報解除となり、再び高尾へ向かうこととなった。ところが各船への伝達がうまくいかず、またも船団は分裂。ほとんどがキールンに入港してしまい、10日に、 延長丸のみが高尾に到着。同日、第1海上護衛隊は、第1護衛艦隊に改編される。高尾に到着した朝顔は、バッシー海峡で対戦紹介を行った後、キールに開港。その後、12日に、キールンに入港した大戸島丸以下の船団を、護衛して、キールンを出港。14日に、高尾に到着し、未29船団は、 同地で運行だきりとなった。その後、朝川は、高尾と魔高の間を往復。二十四日、貨物船室、乱丸、火客船艇海丸、和浦丸、陸軍輸送船に小丸で編成された、三十七船団を姉妹艦の暮れた家、第二十一区船隊と共に護衛して、高尾を出港。二十五日、解剖艦沖縄の第三十一解剖隊編入に伴い、 胴体から除籍される。26日、船団はサンフェルナンドに到着。29日夕方、同地に多摩38船団が到着。同日深夜、湾港紹介中の第20号海防艦が、米商海機の空爆を受けて損傷。翌30日朝、出港準備中に、アメリカ第5空軍に属する B-25 爆撃機、A、A-20 攻撃機、 p-40 戦闘機の空襲を受ける。この空襲で朝顔に被害はなかったが、損傷していた第20号解剖艦が撃沈された、他、青葉山丸の船体中央部に爆弾が直撃。この衝撃で船倉に積まれていた弾薬が誘爆し、大爆発を起こして炎上する青葉山丸は、被弾部分で船体が接損し、沈没した。空襲終了後、朝顔は、 サンフェルナンドを出港し、ムロラン丸、ドウミ丸、ウラ丸、日照丸で編成されたまた38戦団を、第21区戦隊と共に護衛する。ところが、同日戦310、北緯17度11分統計120度24分、北緯17.183度統計120.400度、1 7 1 8 3二2 0 4 0 0の、 サンフェルナンド北方65回地点付近で、戦乱は再び、アメリカ第5空軍の陸軍機約30機による空襲を受ける。これにより、第18号区選艇及び室蘭丸が沈没、三角海丸が1432、総員大去後、漂流して、北緯17度18分統計120度24分、北緯1 7 3 0度統計1 2 0 4 0度、 17.300-120.400の折り直みさき南西50階地点付近で座礁。ワウラマルが6番戦争を迎推薦付近に大穴が開いて昇破。日章丸も機銃装者により甲板や上部構造物が穴だらけとなる。生存者の救助を行った後、船団はワウラマルの応急修理のためにラポック湾へ一時退避。 翌12月31日、ワウラマルの応急修理が終わったため高校を再開し、1945年1月2日に高尾に到着した。1945年1月3日と翌4日、高尾は第38任務部隊に属する高速空母部隊艦載機による空襲を受けるも、朝顔に被害はなかった。4日の空襲終了後、朝顔はアモイに移動。 6日075零輸送船9隻で編成された輸送船団を解剖関心南、役と共に護衛して、アモイを出港。途中で、朝川は船団から分離し、同日夕方前に、高尾に到着。翌7日、船団は、左へに到着した。8日夜、高尾に、新井、タンカークロシオ護衛のヤシロ他の日87船団が高尾に、到着した。 翌9日、高尾は、再度第38任務部隊艦載機の空襲を受ける。朝顔に被害はなかったが、朝顔の前にいた、解剖艦、ヤシロの環境に爆弾が直撃し、艦長以下環境にいた乗組員のほとんどが戦死した、ほか、真意の後部重油タンクに爆弾が直撃して損傷。故障により、非87戦断から脱落し、 護衛の解剖艦2隻とともに、高尾へ向かっていたニトルコリラ型戦時標準タンカーの海放丸が沈没。第9号解剖艦が観光部に爆弾の直撃を受けて、搭載爆雷が誘爆して中波。河野浦丸も空爆を受けて、航行不能となった。空襲終了後の10日、未明、八代が朝顔の右舷大人艦室横に衝突し、 直径2メートルほどの穴が開いてしまう。14日、ブラジルガン、第2丸、2アンペア型戦時標準貨物船台カオルマルト、輸送船7隻で編成されたとも37船団を、ヤシロ、第1号海防艦、第36号海防艦、第130号海防艦、第134号海防艦、第21号総海艇と共に護衛して、高尾を出港。 16日1800、2アンペア型戦時標準貨物船外交丸が、機関故障を起こし、修理が終わるまで動船は、仮泊パクシ、第1 3 5号解剖艦がこれに付き添った。あと、2隻は船団に合流する。17日、第丸が、機関故障を起こしたため、ブラジルガンが第丸を栄光する。19日1900、船団は、師匠山白地に到着する。 20日0708、戦団は、首相3白地を出港。23日1610、第1 3十号海防艦が、対戦相当を行う。同日1750、第134号海防艦が、対戦相当を行う。その後、戦団は同日中に六連島白地に到着した。その後は佐川は六連島白地を出港し、26日に、 マイズルに到着して修理を受ける。2月15日、朝顔は大港警備部隊第一区逐隊に編入される。3月1日、第一区逐隊は連合艦隊付属となる。修理完了後、2日に朝顔はマイズルを出港。3日に六連島白地に到着。翌4日に文字に移動した。十一日、サントルコリラ型戦時標準タンカー第5、 三水丸単独で編成された九十九船団を、駆逐艦家焼、奈良、解剖艦、浮く、新南と共に護衛して、文字を出航。同日に六連島白地に移動した後、十二日に六連島白地を出航。高尾へと向かう。十六日、航海を航行中、船団は反転命令を受け取る。十七日、船団は、文字に到着した。十七日、 二十一型戦時応急タンカー第二高砂丸を護衛して文字を出航。18日に八小島に到着後、朝顔は佐世保へ開港される。25日、新用を搭載した輸送船四隻で編成された沖縄駅輸送船団を第百二号小海艇とともに護衛して佐世保を出航。しかし、途中で反転命令が出たため、船団は 佐世保へ引き返した。その後、船団はそのままチェジュ島に向かうことになり、4月6日に佐世保を出港。同日、福江に帰港。7日、船団はチェジュ島上山浦に到着。信用隊の一部を陸揚げの後、船団は8日に出港。9日に費用島に到着して、信用隊の一部を陸揚げ。同日中に島に移動して、 残りの信用体よりクげ、ゲ。10日、朝川、第102号小海底と共に輸送船2隻を護衛して京大島を出港。12日に、四小山白地に到着した。26日、下客船橋、東丸、貨物船満州丸、に ET 型戦時応急タンカー第9南、高島ると輸送船6隻で編成された下霊三船団を解剖艦浮く。 第26号海防艦、第102号小海艇、第29号総海艇、第20号億船艇と共に護衛して、首相山白地を出港。27日、北緯34度52分統計124度23分、北緯34.867度統計124.383度、34.867124.383の木浦沖を航行中。 上空から2機のプビーカタリナが開い。機銃装射によって、第102号小海底の甲板上に露出していたラダーケーブルが切断され、一時航行不能となったほか、ウクが資金弾により損傷したものの、船団の噴戦によって敵機の撃退に成功。その後潜水艦の攻撃を受けるも、これも朝顔の対戦相当により撃退。29日、船団は巨砕島に寄港し、 翌30日に出港。同日、津島沖を航行中に輸送船一隻が無断で、船団から分離して、文字へ先行。5月1日に、船団は夕谷湾に到着。翌2日に出港し、同日中に、船団は六連島白地に到着。朝顔以下の護衛艦は、文字へ移動し、同日1200に到着。津島沖で分離先行していた。 輸送船一隻を確認した。20日、朝顔は、文字を出港。翌21日、朝顔は、クレチンジュクレ防備船体に編入される。途中、嫌いが近くで爆発したりしたものの、朝顔は、気が作戦により、嫌いがばらまかれた、関門海峡及び、瀬戸内海を突破して、クレに到着。航路の途絶、及び、燃料の不足により、 以後は概要に出ることはなかった。7月24日、米軍機動部隊艦載機によるクレ軍港空襲を受けるも、損害はなし。28日、クレは再び米軍艦載機の空襲を受ける。ビザンセト西方にいた朝顔は損傷し、そのままの状態で8月15日の終戦をクレで迎える。終戦後、母港のマイズルに戻るためクレを出港。22日、 六連島東大二度、6 4トル沖の関門海峡西口で植来し、上甲板より上を海面上に出した状態で大破着底する。11月30日除籍。1947年9月、朝顔は日本サルベージの手により扶養されたと解体がされ、1948年6月10日に解体完了となった。 艦長たちの軍艦誌378から379ページによる。海軍制度遠隔10から1ピアニッシも601から602、対象8年6月10日、23島駆逐艦、定員表制定、進む校、機関昇降6人、特務士官巡視官3人、下士26人、卒75人。文字と台湾艦の輸送船団の船団名として、 文字から台湾行が100番台、逆の台湾からも事業が200番台の数字が当てられることになり、この船団名規則で運航された初めての船団。加入輸送船数は、第一海上護衛隊船時日誌によれば15隻、駒宮及びの間によれば7隻である。駒宮及びの間は、解剖艦若宮を護衛艦にあげるが、第一海上護衛隊船時日誌によれば同艦は、 文字に停泊中。なお、本文の通り、特設捕獲盲点は神山るが救助に出動している。ありがとうございます。